どうしてですか？何が？さっきからずっと言ってるじゃないですか。美咲先輩の引退の話です。ああ、それね。どうして辞めちゃうんですか？みんなでこれまでずっと頑張ってきたじゃないですか。だからかな。え？これ以上は頑張れない、頑張る気もないってこと。お腹もすくしね。そんな、またみんなでやってけるって思ったのに。ごめんね、いつも通りいい加減で。あ、そうだ先輩。ん？私？違います、マサヤ先輩です。マサヤ先輩も美咲先輩が辞めるのを止めようとしてるんじゃありませんか？そう、マサヤ先輩ならあの変人の時は驚いて混乱してたとしても。そうです、マサヤが？ううん。え？全然さっぱり。それは美咲先輩が逃げてるわけじゃなくてですか？うん、いたって普通に。ああ、あの後で改めてもう一回だけ聞かれたっけかな。それって、いや、普通にもうやる気ないって言ったら向こうもそうか、わかったって。美咲先輩がコテンパンにひどいことを言ったとかじゃなくてです？さっきから何気にひどいことを言われてる気がするな。あ、ごめんなさい。いいけど。でもどうしてマサヤが私を止めると思うの？約束したからです。私が FC を辞めようとしたらマサヤが止めるって？いえ、私となんですけど、絶対に勝たせるって。よくわかんないけどさ、なんでそれが私を止めることになるの？だって美咲先輩が辞めたら私が辞めないわけないじゃないですか。好きに続けなよそんなの。美咲先輩と一緒がいいんです。そう言うとは思ったけどね。まあさ、選手としては引退だけど、やることないからちょくちょく顔は出しに行くと思うし、まどかにも手伝いとか頼まれそうだから気にしなくていいと思うんだけどな。はい。ま、辞めたくない理由があるなら続ければいいんだし、辞めたきゃ辞めればいいじゃん。美咲先輩が引退を撤回されるということはないと思うな。でも可能性はゼロじゃないですよね。まあ、可能性の話にまでなるとわからないかな。わかりました。それじゃあ部活に行きましょうか。あ、私今日パース。いきなり行く気ないじゃないですか。お疲れ様です。お、お疲れって、マシロッチ一人？美咲先輩今日はいらっしゃらないそうです。やろう、マネージャー業も手伝うとか言ってたから、めんどくさいデータ整理押し付けてやろうと思ったのに。ああ、めんどくさいって数字に気を使うって意味ね。みんなが成長してくのを見るのはやりがいあるから。うん。はい、見ててくださいね、まどか先輩。いや、選手続けるの、マシロッチ。え？あり？あの、私そもそも引退とか言った覚えないですけど。でもさ、美咲がいなくなったらマシロッチも当然辞めるよね。それはそうですね。はい。そんなのダメです。あ、美咲ちゃんに続いてマシロちゃんまでいなくなっちゃうなんて寂しいです。絶対に嫌です。でもここの二人はワンセットだから、本体と付属品みたいな、入ってきたのも一緒だったし。というか苦しいです、アスカ先輩。あ、マシロちゃんごめんなさい、しっかりして。大丈夫ですかマシロちゃん？
大丈夫ですよ、アスカ先輩。本当にですか？はい、きっといなくならないです。なんとかしてくれますよ。何の話？あ、そういえば今日マサヤ先輩は？おお、日向くんならさっき来たけど、やることがあるってすぐ出てったかな。やることって…そうですか、先輩、もう…大会終わったばっかなのに、もう新しい練習方法を考えたみたい。準備があるからって先に行っちゃった。え、練習の準備ですか？どうかした？いえ、別に。あれ、マサヤさん部長になってから一層熱心というか力が入ってますよね。ちょっと危機迫る感じになったかもね。教室でマサヤさんが FC のメモを取ってたみたいなんですけど、書き込みで真っ黒になっちゃってて、すごいなって。やっぱり部長になったからでしょうか。っていうか、誰も日向くんのこと部長って呼ばないよね。はぁ、最近頑張ってるのはもしや新部長になったのに誰にも部長と呼ばれないから。だとしたら承認欲求なのか不安か。マサヤさんにそんなことが？しばらくは意識して多めに部長って呼んであげた方がいいかな。そうですね、ちゃんとマサヤさん部長を部長って思ってますよって、マサヤさん部長に伝えます。アスカちゃんの場合逆効果になるかもね。ごめんごめん、マシロッチ話がずれちゃってた。それよりも先にやらないといけない。何か作戦みたいなものを考えてるのか。なんかこっちもずれちゃってる。もう訳が分からなくなってきちゃった。もう一度最初から説明してくれる？だから、あの人が最初にあれしたのを破っちゃったのね。もちろん恋じゃないし、あの人が頑張ってたのは見てたし、私に足りなかったものとかも当然あって。だから、あれを破ったことは本当に気にしてなかったんだけど、あの人は責任感が強い人だから気にしてるのかなと思って、気にしてないですよって冗談のトーンで伝えたの。そしたらまたあれすることになって。でもそれは嫌じゃないっていうか、くすぐったい感じで、不思議とこれからもやろう、頑張ろうって思えて。だけどあの人は忘れちゃったみたいに何も言ってこなくなって、私のこととかどうでもいい、気にしてないみたいな感じで。それでなんか裏切られたみたいな気持ちとか勝手に感じちゃってて。ねえお母さん、どう思う？私もうほんとよくわかんなくなっちゃってて。マシロ、わかったの？それ本当にお母さんにしてもいい話？何？どういう意味？だからそのね、例えるなら階段を登っちゃったみたいな。あ、びっくりした。お父さん？あなた、気持ちはわかりますけど、女同士の話に食器を洗ってるふりして聞き耳立てないで。気持ちわかるんだ、すごいね夫婦。男親ならみんな怒り狂いながら泣くんじゃない？あなたの反応を見たら違うみたいだから安心したけど。ふん、で、わかった？あなたのあの説明で話を理解しろっていうのもものすごく乱暴な言い分だと思うけど、恋じゃないかな。恋？ああ、恋ね。絶対恋じゃない。っていうか、今さらそこ重要？何にせよ、自分の気持ちをもう一回よく考えてみたら？それしかないでしょ？やっぱそれしかないよね。
それと、真っ白の言う、あの人の気持ち。あの人の…あの人の何が、あなたをそんな気持ちにさせているのか、ね。うん、わかった。ありがとう、お母さん。ところで…何？あの人って、こないだうちに来た、ひなたくん？もう、あなた、お小遣い減らすからね。約束、破っちゃうんですか？先輩。教えてる相手を大事にしない人にはちょっとついていけないです。美咲のことは、そうだね、確かに説得も追いすがりもしないのは日向くんらしくない気はするかな。アセヤさんなりに理由があると思いますけど、マシロちゃん信じられないですか？私それほど先輩のこと知らないですから、多少はそんな気持ちもあったかもしれませんけど、やっぱり信じてたんですね。素直になれないタイプだよね。過去の話ですから。プレイヤーは辞めても、お二人や部活のことは美咲先輩と手伝わせていただきたいです。それは大歓迎だけど、マサヤ先輩と絶交なんてことにならなければですけど。それでは失礼します。先輩を探さなきゃいけませんから。できるだけ穏便にね。約束できかねます。それでは。ちょっと前までみんなで頑張ってたのに、どうしてこんなことになっちゃってるんだか。大丈夫ですよ、きっと。アスカちゃん、みんな誰かを嫌いになってるわけじゃないですもん。だからきっと心配いらないです。確か先輩はこっちの方に飛んでいったはず。考えましたよ、ちゃんと先輩の気持ち。もしかしたらやっぱり私に FC の才能はないからって、フェードアウトできるようにしてくれたのかなって。でもだとしても
直接言ってほしかったです。期待しちゃったじゃないですか。私からだときっと売り言葉に買い言葉で先輩にひどいこと言っちゃう気がして話せませんでしたけど、もうっていうか引っ叩いちゃったらどうしよう。あ、先輩いた。生きてます？もしかして何か落ち込んだりしてます？その泣いてるみたいに見えましたから。先輩、行きましょう。空を飛べばきっと気持ちも晴れますよ。私もお付き合いさせていただきますから。誰と話してるつもりだったんですか。もう今さら何を。アスカ先輩じゃなくて申し訳ございませんでした。先輩でも弱気になることなんてあるんですね。やっぱり FC のことでしたか。先輩が強がる理由なんて FC に関すること以外ないじゃないですか。そんなことあります。
先輩、FC を始めるまで妙に悟っちゃったみたいな顔で、いつもひょうひょうとしてて、どうして美咲先輩が先輩を気に入ってるのか本当にわからなかったですもん。美咲先輩って勘が鋭いから、もしかしたら先輩のそういうとこを見抜いてたんでしょうか。聞いてもいいですか？悩んでいたのは美咲先輩のことですか？先輩、美咲先輩の名前を出した時にちょっとさっきみたいな顔をしました。本当は言いたいことがあって先輩を探していたんです。でも今日はもうやめときます。先輩がそんな調子だからじゃないですか。何ですか？先輩、私のこと嫌いなら嫌いってはっきりおっしゃってください。それなら美咲先輩も辞めちゃいましたし、私も。覚悟はできてますから。私は美咲先輩が辞めちゃったから。え？先輩、美咲先輩のことを諦めたんじゃなかったんですか？私は美咲先輩が好きです。私が美咲先輩を追って FC 部を辞めるって考え
考えはしなかったんですか？あ？どうして髪の毛をかきむしるみたいになってるんです？油汗も出てません？とんだうぬぼれ屋さんですね。勘違い大安売り中です。何ですか？はあ、仕方ないですね。先輩と私は今日今から美咲先輩を FC 部に連れ戻す同志です。もちろん一生の約束も果たしてもらいますけど。壁は高ければ高いほど燃える方ですか。先輩ってなんだかんだでコーチとして私たちを信じてくれていますよね。私は先輩を信じられてなかった。私本当はここに来るまですっごく怒ってたんですよ。回答次第では先輩を引っ叩いて終わりにしようって。となっては恥ずかしいから嫌です。絶対嫌。というわけで いえ、そういうつもりはなくて、ただ謝らなきゃいけないことは謝ろうってだけで。先輩、ずるいですよ。私に謝らせないで、そうやって話をそらそうとして。もう！この仕打ち忘れませんからね。覚えててくださいよ。